未婚夫人、婚の代理期。一、未婚夫人の魅惑に対して、私は今、日本の未婚夫人へ三文を書き送る。二、未婚夫人は、祖が赤月近きバラ色の感情に高揚されて、ロマン主義的な、華やかな、悩ましき春章の恋を夢む。お、恋。 彼女らの夢なる恋。幻のごとく描かれて、現実の白日には霧のごとく消ゆる。霧には彩る虹を映すとも、彼女らの勝利は遠く、人生の花園への露房に、かすめ奪わるる無双の描き手。三。私は未婚夫人の魅惑に感ずる。未婚夫人は、 祖が未だ奪われざる真珠を抱く未婚婦人は未だ行かざる途上の人。未婚婦人は純情を愛し、純情の世界を語る未婚婦人は知識を愛し、戦慄の中に動く。そして未婚婦人の思想は小市民、小ブルジョア。四、彼女らの胸に潜めるは、 性的差別の仕事に打たれて、少女パンドラの回想を盗むくせ者。彼女、オンミラが、ゆえなきゆえの刑罰の弁慶を潜り、その純情の意識に導かれ、階級的抑圧に、美しき嵐のごとく目覚めよ。五、未婚夫人は未だ許さざるの権威者。かつ、この未婚夫人は、平凡な男へ、 追従に堕落して自らの権威を蹂躙せしめ自らを爆死し天津さえ彼女オンミらの唯一の鍵を渡す「六未婚夫人に告げてオンミらの夢を粉砕しようと思わないオンミらの夢は歴史に長き神経衰弱者としてのオンミらに与えられた麻酔薬の作用である」 プロレタリアは言う、恩ミラ未婚夫人は、男性への交渉なる極めて自由な玩具である。七、未婚夫人が来たるべき世界に投げかけて、あえかにも奏でられる夢は、自らを畜産場として、自らを滅ぼし、男性への不可工の檻を、自らにあがない作るを知るや、 祖が夢見るパラダイスは、生と死をかけて、空唱意識、クリスト心と契約する天上にはあらずして、永遠に、種落ちて花咲き、実地上の人間の社会にあるを、記憶せよ。夢見る未婚婦人は、祖が赤月に未だ立たざるゆえに、その純情を愛せられ、魅惑となる。八、恩未来、 未婚夫人につぐる。革命の炎を青春のその赤き心臓に秘めよ。ミラ来未婚夫人は思考の権威を十字に結び、正しき我らが歴史的使命に目覚めて、血みどろに戦われるプロレタリアの勝利を助けよ。しかして至るところ、我らが戦線の暴ーた至れ。午前4時、白明の近づく頃。 中ベデキンドの作、春の目覚めの中の少女。彼女は、性愛をいまだ知らず、異性に無知打たれることを喜んだ。